今回のメニューです。最初に中央区の平成26年度予算案について、トピックスでは社会教育会館サークル発表会の様子を、特集では爽やかワーク中央と中央区民カレッジについてお伝えします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。こんにちは、中央区です。司会の西谷由紀子です。今回は初めに2月6日木曜日に発表された中央区の平成26年度予算案についてお伝えします。オリンピック・パラリンピックで子どもたちに夢をということをテーマにね、この組んだということで、ございます。中央区の平成26年度一般会計予算は826億2715万6000円で、前年度の当初予算に比べ21億6896万4000円の増と、過去最大の予算規模となりました。主な増額要因は、平成26年度に竣工する名称小学校幼稚園及び新川児童館の改築に加え、久松小学校や豊見小学校の増改築など児童数増加への対応や、待機児童解消に向けた私立認可保育所の新設による運営費等補助などとなっています。平成26年度予算案の主な事業です。2020年東京オリンピック・パラリンピックの機会を生かし、グローバルな視野を培っていくため、国際教育などの推進に271万円を計上しています。また、すべての人々の健康と高齢者の生きがいのあるまちづくりとして、障害の種別や年齢にかかわらず、さまざまな相談に対応する障害者基幹相談支援センターを設置します。災害に強い都心のまちづくりのため、一定の条件を満たす集合住宅を防災対策優良マンションとして認定する制度を創設し、防災資機材などの補助を行います。各防災拠点に女性用更衣室を指定するなど、女性などに配慮した避難所運営に必要な備蓄品の整備のため、177万6千円を計上しています。また、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定し、勝どき・晴海地区など臨海部の交通需要増加に対応するため、地下鉄計画検討調査に1000万円、基幹的交通システム BRT の運行開始に向けた運行事業者の募集・選定などに910万5000円を計上しています。これら平成26年度予算案は、2月26日水曜日から始まる平成26年中央区議会第1回定例会に上程されることになっています。さて、続いて区内の話題をご覧ください。東京都心で45年ぶりの大雪に見舞われた2月8日土曜日と9日日曜日、月島社会教育会館でサークル発表会が開かれました。サークル発表会では最初に、月島社会教育会館サークル発表会の三沢実行委員長が、発表される皆さんに積雪に負けない大きな拍手をお願いしますと挨拶しました。このサークル発表会は、社会教育会館を利用されている登録団体の皆さんの日頃の活動の成果を披露するため、毎年この時期に築地、日本橋、月島社会教育会館がそれぞれ開催しています。8日9日の2日間で行われた月島社会教育会館サークル発表会では、合唱やフラダンス、キッズチア、そして民謡など51のサークルが参加しました。
それぞれのサークルの発表が終わると会場から惜しみない拍手が送られていました。ここまで区内の話題をお伝えしました。今回の特集です。障害者就労継続支援施設さわやかワーク中央では、一般企業などへの就労が困難な障害のある方に対し働く機会を提供するとともに、就労に必要な技術や心構えの習得を支援しています。詳しい内容についてさわやかワーク中央の岸課長に聞きました。さわやかワーク中央は平成4年度から、障害者の方の、就業機会を提供するということで、事業を行っております。で、平成6年度からですね、東日本橋の、この場所に移ってまいりまして、ちょうどこの11月で、丸20年になりますね。こちらはですね、やはり問屋さんからのお仕事が多くなっておりまして、非常に近くにこれだけ大きな問屋街があるという町の利を生かしまして、問屋さんから例えばタオル織りのですね、お仕事はもう毎日のようにありますし、それからお弁当ですね、幕の内弁当についてくるおしぼりとお箸と用事がセットになっているものなんですけれども、ああいうものの袋詰めなどもですね、ほぼ毎日のように来ております。それ以外にもだいたい今全部で、8社ぐらいですかね、毎日のようにですね、仕事が来るもんですから、障害者の方もですね、本当に休む間もなく毎朝9時からですね、4時まで、月曜日から金曜日までフルにお仕事をしていただいてます。利用者の方にお話を伺いました。箸に割り針を入れる仕事をしているところです。失敗はしないようには気をつけております。みんなと楽しくできるところがいいです。友達といろいろやって楽しいです。はい、働く前はちょっと暗かったけど、なんか明るくなりましたね。はい、こういった中でやるお仕事だけではなくて、外で行う仕事もあるんですけれども、当初から公園清掃とかですね、放置自転車の清掃ですとか、そういったお仕事をいただいてるんですが、おととしぐらいから民間の企業さんからもですね、その社屋の、公用部分というんですかね、その部分の清掃を受け負っておりまして、これも毎日行っているお仕事なんですけれども、そういう外回りの仕事なんかもですね、少しずつ増えてきてますね。今まで身体障害の方と知的障害の方が中心だったんですけれども、ここ 1,2 年の傾向としては、精神障害の方もですね、かなりこちらで働きたいというご要望をいただいておりまして、でもう今すでに、大体1割ぐらいはですね、精神障害の方なんですけれども、この4月からはですね、さらに精神障害の方にもですね、より幅広くご利用いただけるようにというふうに考えております。さわやかワーク中央では、お仕事をいつも受け付けておりますので、そうですね、内容についてもですね、ご相談いただければ、こちらから伺って材料をお預かりということもできますし、出来上がったものをですね、直接お届けということも可能ですので、何なりとおっしゃっていただければと思います。よろしくお願いします。さわやかワーク中央で働く皆さんの生き生きとした笑顔が印象的でした。さわやかワーク中央へのお問い合わせはこちらまでお願いします。さて、続いてはほがらか体操です。今回は春に向けた体目覚めエクササイズです。どうぞ。はい、それでは本日は背中の動的ストレッチをご紹介いたします。本日は立った状態でストレッチを行います。まずは足を腰幅程度に開きます。そこから手を胸の前に組んでいきます。大きな卵を抱えるようにゆっくりと円を描くように動かしていきます。呼吸を吐きながら手を下ろして吸いながら上げます。そうですね、10回から20回回しましたら反対側にも回していきます。気持ちよく背中が伸びるのを感じてください。ぜひご家庭でもお試しください。
背中の筋肉を使う運動です。無理をせず、ご自身のペースでお試しください。ほがらか体操、次回もお楽しみに。さて、毎年バラエティに富んだ講座を開講し、障害学習の場として人気の高い中央区民カレッジ。現在、平成26年度のカレッジ生の募集をしています。2つ目の特集では、区民カレッジについてご紹介します。中央区民カレッジは、中央区民の方の障害学習の場です。中央区内のさまざまな障害学習の機関と連携して、年間約80の講座を行っております。特に中央区ならではの講座としまして、魚市場セミナー、歌舞伎物知り講座、中央区ゆかりの人物講座などがあります。カレッジは原則として3年間にわたってさまざまな科目を受講する単位制で、3つのコースからご自身の目的に合ったコースを1つ選んで申し込みます。第1に主に区の歴史や現代事情を学ぶことができる学びのコース、第2に60歳以上の同世代の仲間と楽しく学ぶシニアコース、第3に学んだことを地域に生かす障害学習サポーター養成コースがあります。このサポーター養成コースでは、平成24年度から25年度にわたり、地域情報を区民自らが発信する区民メディアリポーターになるための学習や実習を行ってきました。平成26年度は聞き書きボランティア養成講座を開講予定です。この講座ではお年寄りのこれまでの人生の話を聞き、一冊の本にまとめていくための技術や心得を勉強いたします。講座終了後には共同天文館にて、ボランティア活動を行っていただく予定です。現在カレッジ生の募集案内をしています。詳しい内容は区のお知らせ中央2月11日号をご覧ください。希望される方は往復はがきもしくは電子申請で必要事項をご記入の上、文化障害学習課障害学習係へ申し込みください。締め切りは2月24日月曜日必着です。皆様のご応募をお待ちしております。学びのコース、シニアコース、障害学習サポーター養成コースと3つのコースから選べる中央区民カレッジ。皆さんも区民カレッジに参加して新しい自分を発見してみませんか？詳しくは文化障害学習課障害学習係までお問い合わせください。続いて中央区からのお知らせです。日本橋図書館5階展示コーナーで3月11日火曜日まで、東日本大震災の記憶を風化させず教訓とするため、あの日から3年東日本大震災展が開催されています。自然災害や防災に関する本を収集し展示しています。入場は無料です。直接会場へお越しください。さて、お伝えしてまいりました、こんにちは中央区です。今回はここまでです。次回の番組の更新は2月23日日曜日です。それではまたお会いしましょう。